手のデビさんは場を回したりフォローしたりツッコミをしたりなど場の空気を読むことに長けていると思うのですが、デビさんの場の空気を読むスキルはどこから身につけたのでしょうか。何これすごいね。絶賛されてるよ。生きてるっていうか存在してる時間が違うからじゃない。あーやはりえじゃあ常にあのみんなのことを考えながら生きてるんですか。いやいや空気を読んだつもりはないけど、うん、でも、はあ、自然とそうやってみんなに好かれてしまうと、うん、そういうふうに感じるかもしれないけど別に空気読んだことはないから、うん、読んだことはないらしいです皆さん、うん、自然にみんなから好かれていると。好かれているっていうか崇拝されてるからね、うん、あーなるほどね。可愛いってなってんだろうねみんなね。お前も崇拝してるでしょ僕のこと。まあね、まあ可愛いなーってなってるね、やっぱ可愛いなー。それは崇拝、それ崇拝だから。まあ、そう可愛いね、やっぱり可愛いなーと思って。崇拝だからねー。ね、あの目キラキラのやつ好き。あれすごい可愛い。すごい超可愛い。あれ好き。いやもうツッコミか、ふん。いやでもなんかやっぱさあれだよ。何かしらこういう企画やるときに誰呼びたいですかみたいな聞かれるね私いろんなときに。ああこの企画のときはこれを呼びたいみたいな。とかあとなんかなんかの案件のときとか。うん。そうなんかの案件のときとかに、ね、結構ねこう例えばハネルさんがこういう企画やるとしたら誰を呼びたいですかとか結構テレビの企画とか、うん、そういうのもよく聞かれるね、うん、そういうときいつもデビちゃんって答えてる。毎回僕のこと崇拝してる。確かに本当にこれ嘘じゃなくてマジで毎回デビちゃんって答えて、でもう一人はって言われてふみの玉木さんですかねって言うと、その二人だったらちょっと大変なことになりませんかっていつも言われる。そうなんだ。そうかマジでいつも言ってる。崇拝してるの。なんでなんでそう理由言ってよ。本当にマジで嘘偽りなく言うと好きだから。え、お前もっと素直になるから。僕のことを崇拝してる。違う好きだから。可愛いな好きだなっていう好き。うわめっちゃ崇拝してるじゃん。でもなんか本当にそういえばそうだ今思ったら。そんな何少女漫画今思った。そうだみたいな気づかなかった。自分でもこの気持ちには気づかなかったけど